抜き打ちの一刀をもって立ちを得る統合を確立した。神谷平米長野ブラッチ会を経て九代目林六太夫森政により土佐藩の御有利となった。中山白道は後細川義政氏等に支持し、武装神殿流として剣道とともに奨励し、居合術の交流に努め全国に普及した。中心流詰め合いとは、仕方、相方、相対して詰め合い、歴史に切り合い、勝負を決する形合いである。喜楽流柔術。流祖は戸田越後守、長年前田家に仕え、野と末盛の合戦には年家に従い、その軍功により13670石を賜り、後に名人越後と言われた戸田流の流祖である。戸田流を喜楽流と改名したのは第17代の鶴川菊右衛門時良である。数代を経て第14代の斎藤武八郎海城が石垣藩主の堺公の重臣となり、当時の門弟は数千人に及び、明治の後期まで石垣氏を中心に優勢を見た。喜楽流は気を持って相手の気を制すを目的に、戦国時代の武器から発達したもので、本来攻撃してくる相手は必ず倒すことから、技の数も多く、柔術を中心に剛、太刀、鉄線、術線、薙刀、切り引き、鎖鎌の術、200手ほどの技が伝承されている。喜楽流柔術電子館水品道場は長年の活動が認められ、平成27年2月26日伊勢崎市重要無形文化財に指定されました。現在水品道場先生が第19代宗家として伝承しております。
はい。